クロード・ベルナールは、フランスの医師、生理学者。クロード・ベルナール、内部環境の固定性という考え方を提唱。この考え方は後に、米国の生理学者、ウォルター・ビー・キャノンによって、ホメオスタシスという概念に発展させられた。また、1862年に、ルイパスツールと共に低温殺菌法の実験を行った。ベルナールは、 フランス東部のローヌ地方の村サン・ジュリアンでワインショーを営む父と農民の母との間に生まれた。彼は村のイエスス会の学校で初等教育を受け、リヨン大学に入学したが薬剤師の助手になるため大学を離れた。彼は余暇の間にボードビルコメディの台本書きに専念し、21歳で劇作家を志し、パリへ向かった。しかしながら、 パリで彼の台本を読んだ評論家は作家を諦め医学の道を志すよう彼に悟した。ベルナールはこの助言に従い病院でインターンとなった。ベルナールは1834年にパリに移りパリ大学の医学部に入学した。1836年実習医試験、1839年インターン試験にそれぞれ合格している。 1841年、マンジャンディ教授の助手になり、生理学的実験の専門家となった。1843年に医学の学位を取得して、1845年、マリー・フランソワー,ーズ・マルタンと見合い結婚した。1854年から、ソルボンヌ大学で、生理学の教授を務めた。さらに、1855年にはコレージュド・フランスで、医学の教授に就任した。 1868年には、アカデミー・フランセーズ会員に選出された。1869年に妻と離婚している。その後は、医学的哲学的研究に打ち込んだ。ABC フランスはトリモリエール、カトリーヌ・リシ編、河山孝一日本五番監修、ラルース図説世界史人物百科さんフランス革命、世界大戦前夜、原書房。ありがとうございます。